お願いします、うん、はい、はい、このようなね、だから私が点線下げるから、はい、わずかにね、その瞬間に突く、突き、はい、その時に手をちゃんと十分伸ばさない、はい、わかる、そんなに近づく必要なかった、あ、本当ですか、手伸ばせば、はい、そう、はい、ね、確かに、はい、横に行っちゃいますもんね、そうそう、勢いだと、はい、今度は自ら、はい、そう、そう、そう、はい、はい、ね、はい、もう一度、はい、もっとね、左右の手を楽に使う、あ、はい、こうなっちゃった、そうですね、はい、柔らかく、どちらかというと、耐えたり詰めて伸ばすって感じ、うん、これ効いてないな、これでしょ、はい、あ、はい、うん、そう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 、で裏からやって、裏からやって、まあ、はい、わかりました、そうそうそう、まず裏むずいっすね裏はね、はい、こうで、あー、なるほど、こういう感じ、こう行って、ペンって、そうそう、こういう感じ、確かに、はい、変にこうやろうとしちゃダメなんですよね、うん、こうやって、そう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 、はい、はい、ね、でこれをね、はいはい、今 あの表も裏もそうなんだけど、こっちがね、スッと瞬間に使うと思ったほうが、はい、おおそう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 、そう、ね、これ読むの難しい、そう、それ読まなきゃダメ、はい、技って全部そう、読みだから、はいはい、じゃあその一瞬の隙隙によって、うん、まあ、利合いもいろいろあると思うんですけども、うんうん、その瞬間をつくっていうことですよね、うん、はい、腕はそこまでそんな伸ばす必要もないし動かす必要もない感じ、そうなんですよね、あの連続性の中じゃないですか、型としてこう最後をね決めるっていうものじゃなくて、まあ、いわゆる斬新とか、ね、はい、第二撃、次の攻撃、はい、だから突きとかっていうのはね、ズボーンって突きはダメだ、はい、ね、やるなら、うん、だから突いたら、突いたら、パッっつったらここにないと、あ、パッっつってここにないと、確かに、ね、それで間を斬新に間合い取って次の攻撃にそんなやりなり打つのに、はい、しないといけないんだけど、でね、いやーって言ってくれるんですよ普通にいたっけかわされると、あのブーンって流されちゃうから、そうですね、うん、はい、やりっぱなしなのね、それ、はい、だからもう普通にそうパッつったら、そう、あ、ソンつってついたら、ソンついたらパッと、ね、そうそうそう、あー、うまくいない、でもまあそういう感じだね、はい、こうやって、うん、やっぱ足の持っていき方とか、うん、戻し方、そうですよね、すべ、はい、てそうだね、で、帯の金とかね、はい、あるわけです、帯の結び目、これを中心にするね、あ、目安としてみたいな、目安としてこう、はい、だから相手が動く、はい、動いたらそれを合わせてる、ね、相手のそれにそれを合わせて、あ、その上に刀がある、ね、だからそれを合わせてきたら、ずっとこれがある、これがある、動きまで起こってる、はい、うん、あー、確かに、はい、それで打とうとする場合、これが一瞬外れるでしょ、はい、と利がある方が勝つんだけども、上げるということ自体がリスクなんで、まあ、刀のありすぎ、武器としての機能として、そうそうそう、だから結局相手を打つために自分も打たれるリスクを犯すっていう、まあそれは全てにおいてそうです、全てにおいてそうですね、はい、じゃあその都合のいい話じゃない、その弱点を、うん、要はうまく隠すというか、そう、承知しておいてどうするかな、はい、見せないようにしながら、はい、逃げきさんできとか、はい、まあ、構え変えたりとか、そうですね、はい、だから剣をこうやってりゃね、目測が取りやすい、はい、でもこういうものとかはね、目測になってくる、確かに、うん、だから基本の正眼を一生懸命やらないと、はい、混乱したら余計ダメ、そうですね、うんうん、自分と相手の間に見えない線引いて動けるようになる、はい、それにはね、これからやっぱり一生懸命練習しないと、まあ、中心からっていう、そうそうそう、はい、目安の目安がしやすい、目安がしやすい、それ分かった上で、まあ、上段だったり、そう、構えて、そうそうそう、うまくこう、そうそうそう、ね、はい、うん、目に対してのこの技はすごい使えるよとか、上段対策の構え技みたいな、
そう打ち方とか、まあ先制的な判断でいいですけど、うんうんうん、はい、対策技というか。対策ってほどではないんですけど、自分があのいろいろやってきた経験の中で、あれなんですけど、冗談に取った人に対して、大抵の人こういうふうに応じるんですよ。はい、ちょっとはみ出、うん、こういうふうにね、はい。で、これを私が冗談の方に、こっち逆にしたことがあるんですよ。はい、そしたらね、打つとこないって言って困ったって、後で言われたことがありますね。はい、こういうふうにするんですよ。で、こうやって対応するのがパターンとして多いんですね。はい、特に剣道が。で、前に教えたように、その形のまんま片手で下ろすとこれを打てる。はい、そうですね。そうですね、はい。それをね、こうしたことがあるんですよ。はい、確かに。はい、打つとこねえなっつってね、はい、困られたことがある、はい。ちょっと後ろから見てみます。まあ、冗談。ちょっとね、ちょっとね、やればいいだけど。はい、これで、うん、はい。で、踏み込んでも、はい、で逆の構えだと、こうですね、はい、こうだとそう、はい、当たるし、はい、で詰めやすい、詰めやすい、こういきます、そう、行きやすいですもんね。まあ心理的な問題もあるんでしょうね、はい、あれですね、車の右ハンドル、左ハンドル、急に変えるみたいな。そうですね、左冗談取って、こういうふうに構えてね、はい、うん、打つとこないでしょ。そうですね。で、はい、こうしたんですよ。はい、そしたらね、面打ってこられたんですよ。はい、その瞬間こう上げてね、パッと。あー、はい、確かに、はい、でこれ横からだと見にくいんですけど、後ろからだとこの懐の遠さが分かります。ここからだ、あのここが遠いんで詰めるしかないんですよ。でもこれ牽制すぎ邪魔するっていうか、うん、はい、もう詰められるし、うん、はい、打ったとしてもこう防げられるし、うん、はい、そうなると確かに厄介ですよね、はい、だからこうわざとこうやったんですよ。打てると思って、シャッと、ね、この正眼での懐の深さっていうの結構大事な感じしますね。まあ先生が懐がすごいあの深い相手っていうのもあると思うんですけど、人によって多分ありますね。ありますね。はい、やっぱり正眼よりも打つスペースが遠くなっちゃうので、ちょっと半身に構えるだけで、うん、はい、そうですね。こういうシーンが結構多いですかね。そうですね。半身のこの構えっていうのは、こう相手の横にこうつくときも、うん、ちょっとあの懐深くできて、うん、さらに牽制は相手に向けられるんで、そうですね、で心理的にも圧迫できるっていうか、うん、はい、そんな気がしますね。今回もご覧いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、メンバーシップ、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。Thank you.